はい、本日はですね、前回の動画に引き続いて、船長ですね、客船の船長から学べることについて話したいと思います。まずですね、今回ご紹介する船長というのは、由良和久さん。皆さんご存知の方多いと思います。これはですね、パシフィックビジネスという日本の客船の一つですね、豪華客船の一つなんですけれども、このパシフィックビジネスにですね、2000年から船長として就任して、長くやっているいらっしゃる方ですね、ベテラン船長になります。この由良船長からですね、学べることを7つについてお話ししていきたいと思います。まず一つはですね、由良さんのこの経歴から紹介いたします。1961年の6月の大阪府生まれですね。はい。この海軍の軍人だった父親の影響を受けて、幼少から船乗りに憧れたと。そしてですね、広島商船、に、卒業後、西日本汽船にサードオフィサーとして入社ということですね。で、2000年ですね、39歳で、パシフィックビジネスの船長に就任したと。これが由良船長の経歴になっています。でですね、2つ目、由良船長がですね、船員として必要なものというのがということをおっしゃっているんですけれども、船員として必要なものというのは、5つですね、はい、5つあると言っています。1つが人を思いやる心、そして2つ目は丈夫な体、そして3つ目が経験、そして4つ目が知識ですね、そして5つ目が努力することです。でこの5つが船員にとってですね、必要なものと言っているんですけれども、まずですね、この知識なんですけれども、知識というのはやはり、船員として幅広い知識を持たなければならない。船を動かす上での専門的な知識はもちろん、経済や道徳観念、衛生上の問題も含めた医学的な知識、移植や守備に関することなどなどですね、多分野にわたる広い知識や経験が必要だということをこの由良船長が言っています。そして3つ目ですね、この由良船長の習慣にしていることなんですけれども、まず朝一番ですね、朝一番、5時50分ぐらいですね、5時半過ぎに起きるそうなんですけれども、朝一番にすることというのは天気予報を必ず見るといったこと、これがですね、由良船長の習慣になっている、ルーティンですね、になっているということです。そしてですね、4つ目、これはですね、航海の危険、一番ですね、航海する上で危険、注意していることなんですけれども、これはやはり小型船や、プレジャーボートとかですね、漁船とかですね、これが一番危ないと由良船長はおっしゃっています。現にですね、瀬戸内海がすごく危ないと言っています。飛行機の場合はですね、この管制官、管制塔ですね、が全ての飛行機にですね、指示を出してくれるんですね。船の場合もですね、大型船はこの海域でですね、管制されているんですけれども、ですから大型船同士がですね、衝突する危険性というのは少ないです。ただですね、やはり小さいこの漁船、プレジャーボートというのは管制のですね、対象外なんですね。ですからすごく危険だと、小型船を避けながらですね、航海しなければいけないということが一番ですね、航海上を十分注意しているということだと由良船長がおっしゃっています。はい。そしてですね、5つ目、参ります。5つ目ですね、これはですね、航海を成功させるため、無事にですね、寄港地から寄港地まで、行くにはなんですけども、一番ですね、最新の注意を払っているのは天候だそうです。やはりですね、天候というのはすごく気を使っているとのことで、客船というのも、客船がですね、このデッキ上でレストラン、昼食ランチとかですね、ディナーを送ったりするというのもあって、やはりすごく天候というのは気を使っている。そのためにですね、前に言ったように朝のルーティンの一つに、この朝一天気予報を見るという習慣が作られたそうです。
そして6つ目なんですけれども、客を説得する手法ということです。例えば天候が悪くてですね、今回のデッキ上でのランチをやめざるを得ないと、中止せざるを得ないという時にですね、しっかりと説明をした上で、でですね、しっかりとお詫びをすると、それが大切だと言っています。ごまかそうとしたりですね、下手に隠し事をしたりするとダメだと言っています。はい、そして7つ目、最後ですね、仕事で成長するために必要なことなんですけれども、例えばですね、一等航海士の時から自分が船長になったらどうするのかという視点で仕事をしなきゃいけないと岩船長は言っています。つまりですね、常に、この上のポジションですね、上のポジションであると、上のポジションをカバーできるように考えながら任務に、当たること、これがですね、湯田船長が全ての航海士に言い聞かせていることだそうです。つまりですね、3等航海士であれば2等航海士がカバーできるように、2等航海士であれば1等航海士の任務が成功できるように、考えながらですね、仕事を行うということが、仕事でですね、船員として成長する上で大切なことだと湯田船長が言っています。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、パシフィックビーナス船長ユラさん、ユラキャプテンですね、のから学べる7つのことについてお話をしました。